放送3。Hola, muy buenas a todos los que están. Este es un nuevo video de One Piece, la nueva serie que vamos a tener en el canal. Y bueno, pues empezamos ya el diario de leyendas. かつてこの世のすべてを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて2人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は3日後に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。
1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、これはゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って、下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。Bueno, pues empezamos la misión ya. Amanecer de una aventura. Novia, trae a Zorro a tu tripulación. Fracaso al rescatar a Zorro. Derrota marines y digitación. Vale. Pues... vamos allá. Vale. ¡Ay! ここから先は立ち入り禁止だぞ。レオ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。ヒヒヒ、やれるもんならやってみろ。Ya se me ha ido un poco la olla ahí. Ya veo dónde es la barra. La que está justamente debajo de la vida. Vamos a poder guardar en la puerta. いらねえよ。これは強いからね。また来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほらルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。あさったら分かるよ。うまい。ちょっと見ようところね。仲間らしき者が一気に侵入した模様です。何？反逆者は皆殺した。さっさと始末してこい。カピタンでラマリーな。
본다 한대하기. ¿Vale? Vamos a poner el tío con tal. Misión completada. Se supone que tenemos que volver con Zorro. ¿Zorro no katana? ¿Dónde da? ¡Oi! ¡Yo te ejemplo da! ¡Arachi ni Zorro no a Zorro o Shokeshu! ¿Nanda to? ¡Yaksuka chiozo! Hostia. No me jodas que tengo que dar toda la maldita vuelta. ¡Rufi-san! ¡Shokei ga hayamatta mitai desu! ¡Isoide kudasai! ¿No? ¡Sabagashii da no! ¡Me están dando aquí todo el lío! ¡Okanko no shubi o kyouka shitoki! ¿Qué no se abre esta puerta? やるんだから。A ver cómo paso yo por ahí ahora. Ah, vale, ya sé por dónde.強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように世界一強
強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。パーフェクト。海賊にはなってやるよ。いや、いいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。お前ら名前の上司に言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならこれくらいになってもらわねえと俺が困る。さっきの偉そうなやつがいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを切ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。なんで、お前にノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。どうかしてるぜこの軍隊は。俺の命令は絶対だ。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。コビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。そんそん、身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。
任せろ。切り殺せ。ゴムゴムの無知。ナイス。だろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことによりシェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ、君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩
また会おうな、コビー。